セシリア・ブレークフスは、ノルウェーの女子プロボクサー、元女子キックボクサー。コロンビア・ボリーバル県カルタヘナ出身。ノルウェー在住。元 WBA、WBC、IBF、WBO 女子世界ウェルター級王者。2014年9月13日には、尾関桃也、スージーケンキキアンと14で並んでいた、連続女子世界王座最多防衛数を15に塗り替えるとともに、女子ボクサーとして初めて主要4団体の王座を統一した。2019年11月30日には自身の持つ連続世界王座最多防衛数を25まで更新、男子ヘビー級王者ジョー・ルイスと並んで連続世界王座防衛数の世界記録を保持している。コロンビアで生まれるが2歳の時にノルウェーに養子に出された。14歳でキックボクシングを始め、WAKO世界選手権で優勝した。後にアマチュアボクシングに転向。2005年には欧州選手権で優勝。世界選手権では銀メダルを獲得した。アマチュアでは80戦75勝を残す。2007年1月20日、ドイツのプロモーターザワーラントイベントと契約をして、スイスでプロデビュー。ドイツを主戦場として、小勝利は2戦のみながら、全勝を続ける。2009年3月14日、ビニスコフガートと WBA、WBC 女子世界ウェルター級王座決定戦を行い、3-0の判定勝ちを収め WBA、WBC 王座獲得に成功した。2009年5月30日、フィンランドでエーミー・ユラトバックと対戦し、3-0の判定勝ちを収め WBA、WBC 王座の初防衛に成功した。2009年9月12日、デンマークでルシア・モレッリと対戦し、3-0の判定勝ちを収め WBA、WBC 王座2度目の防衛に成功した。2010年5月15日、デンマークで自身の持つ WBA 女子世界ウェルター級王座並びに WBC 女子世界ウェルター級王座と空位の WBO 女子世界ウェルター級王座をかけ、ビクトリア・シスネロスと対戦し、3-0の判定勝ちを収め WBA、WBC 王座は3度目の防衛、WBO 王座獲得に成功した。2010年10月30日、ドイツでミカエラ・ローレンと対戦し、7回40秒、TKO 勝ちを収め WBA、WBC 王座は4度目、WBO 王座は初防衛に成功した。2010年11月20日、デンマークでエバ・ハラシと対戦し、3回27秒、TKO 勝ちを収め WBC 王座は5度目、WBO 王座は2度目の防衛に成功した。2011年4月2日、デンマークでジル・エメリーと対戦し、3-0の判定勝ちを収め WBA 王座は4度目、WBC 王座は6度目、WBO 王座は3度目の防衛に成功した。2011年5月7日、デンマークでチーベル・ホールバックと対戦し、3-0の判定勝ちを収め WBA 王座5度目、WBC 王座7度目、WBO 王座4度目の防衛に成功した。2011年12月3日、フィンランドでクーレーク・ピヒーと対戦し、10回57秒、TKO 勝ちを収め WBA 王座6度目、WBC 王座8度目、WBO 王座5度目の防衛に成功した。2012年6月2日、デンマークでWIBA GBU女子ウェルター級王者のジェシカ・バログンと対戦し、3-0の判定勝ちを収め WBA 王座の7度目、WBC 王座の9度目、WBO 王座の6度目の防衛に成功した。2012年9月22日、デンマークで元 WBA、WBC 女子世界スーパーライト級王者のアンソフィー・マシスと対戦し、3-0の判定勝ちを収め WBA 王座の8度目、WBC 王座の10度目、WBO 王座の7度目の防衛に成功した。2013年1月22日、WBC は女子世界3階級制覇王者ホリー・ホルムと、WBA、WBC、WBO 女子世界ウェルター級王者、セシリア・ブレークフスの間で対戦するよう通達を出した。WBC ダイヤモンド王座がかけられるとのこと。2013年4月13日、デンマークで元 WBC 女子世界スーパーウェルター級王者ミアセント・ジョンと対戦し、3回1分18秒、TKO 勝ちを収め WBA 王座は9度目、WBC 王座は11度目、WBO 王座は8度目の防衛に成功した。2013年4月17日、前日の16日のホリーホルムの引退表明を受け、ブレークフスはすごくがっかりした。2013年9月7日、デンマークで WBO 女子世界スーパーウェルター級王者オクサンディア・カスティーヨと対戦し、9回1分51秒、TKO 勝ちを収め WBA 王座は10度目、WBC 王座は12度目、WBO 王座は9度目の防衛に成功した。2014年2月1日、デンマークでミリアム・ラマールと対戦し、3-0の判定勝ちを収め WBA 王座11度目、WBC 王座は13度目、WBO 王座は10度目の防衛に成功した。2014年6月7日、ドイツでジェシカ・バログンと対戦し、3-0の判定勝ちを収め WBA 王座12度目、WBC 王座14度目、WBO 王座11度目の防衛に成功した。この試合で WBC 王座の防衛数がスージー・ケンティキュアンに並ぶ世界最多タイ記録となった。2014年7月30日、WBA からスーパー王座に認定された。2014年9月13日、デンマークで IBF 女子世界ウェルター級王者のイバナ・ハバジンと対戦し、3-0の判定勝ちを収め女子ボクサー史上初めて主要4団体の王座統一に成功した。この試合で WBC 王座の防衛数が女子世界王座の世界最多記録になった。2014年11月29日、デンマークで元 IBF 女子世界スーパーウェルター級王者ジェニファー・レッツケと対戦し、3-0の判定勝ちを収め WBA 王座は14度目、WBC 王座は16度目、IBF 王座は初、WBO 王座は13度目の防衛に成功した。2016年2月27日、ドイツで4団体王座の防衛得意のIBO女子世界ウェルター級王座決定戦として、クリス・ナムスと対戦し、3-0の判定勝ちを収め WBA 王座は15度目、WBC 王座は17度目、IBF 王座は2度目、WBO 王座は14度目の防衛に成功、IBO 王座の獲得にも成功した。2016年10月1日、オスロのオスロスペクトラムでアンソフィー・マシスと対戦し、2回 TKO 勝ちを収め4年、1ヶ月ぶりとなる再戦を制し、WBA 王座の16度目、WBC 王座の18度目、IBF 王座の3度目、WBO 王座の15度目、IBO 王座の初防衛に成功した。2017年2月24日、オスロのオスロスペクトラムで WBC 女子世界ウェルター級暫定王者のクララ・スベンソンと王座統一戦を行い、10回3-0の判定勝ちを収め WBA 王座の17度目、WBC 王座の19度目、IBF 王座の4度目、WBO 王座の16度目、IBO 王座の2度目の防衛に成功した。2017年6月9日、ベルゲンで WBC 女子スーパーライト級王者のエリカ・ファリアスと対戦し、10回3-0の判定勝ちを収め WBA 王座の18度目、WBC 王座の20度目、IBF 王座の5度目、WBO 王座の17度目、IBO 王座の3度目の防衛に成功した。この試合で自身の持つ連続女子世界王座、最多防衛数を20に更新した。2017年10月21日、サンネフヨルノストッケで、元 WBC 女子世界、スーパーウェルター級王者のミカエラ・ローレンと対戦し、6回、TKO 勝ちを収め WBA 王座の19度目、WBC 王座の21度目、IBF 王座の6度目、WBO 王座の18度目、IBO 王座の4度目の防衛に成功した。2017年11月11日、WBO はブレークフスを WBO の2017年11月度の月間 MVP に選出した。2018年5月5日、カリフォルニア州カーソンのスタブハブセンターテニスコートにて、HBO がボクシング放送開始以来45年間で初めて放送する女子の試合として、ゲンナジー・ゴロフキン vs バネス・マーティロスヤンの前座で、元 WBC 女子世界ミドル級王者のカーリー・レースと対戦し、7回にダウンを奪われるも10回、3-0の判定勝ちを収め WBA 王座の20度目。WBC 王座の22度目、IBF 王座の7度目、WBO 王座の19度目、IBO 王座の5度目の防衛に成功した。この試合で、ブレイクフスは$50,000、レイスは$20,000のファイトマネーを稼いだ。2018年7月21日、ロシア・モスクワのオリンピックスタジアムにてオレクサンドル・ウシク vs ムラトガシエフの前座で、イナ・サグタコスキャと対戦し、10回3-0の判定勝ちを収めて WBA 王座の21度目、WBC 王座の23度目、IBF 王座の8度目、WBO 王座の20度目、IBO 王座の6度目の防衛に成功した。2018年12月8日、カリフォルニア州カーソンのスタブハブセンターテニスコートにて、ボクシングを撤退する。HBO 最後の放送のメインイベントでアレクサンドラ・ロペスと対戦し、10回判定勝ちを収めて WBA 王座の22度目、WBC 王座の24度目、IBF 王座の9度目、WBO 王座の21度目、IBO 王座の7度目の防衛に成功した。2019年10月23日、エディ・ハーンのマッチルームボクシングと契約した。2019年11月30日、モナコでビクトリア・ブストスと対戦し、10回判定勝ちを収めて、WBA 王座の23度目、WBC 王座の25度目、IBF 王座の10度目、WBO 王座の22度目、IBO 王座の8度目の防衛に成功した。2020年8月15日、オクラホマ州タルサで、ジェシカ・マッキャスキルと対戦。10回判定負けで王座の防衛に失敗し、プロデビューから13年、37戦目にして、初敗北となった。世界王座の防衛回数25回は、男子ヘビー級王者ジョー・ルイスと並んでいたが、世界記録更新はできなかった。2020年9月14日、ブレイクフスが、ジェシカ・マッキャスキルとの再戦条項を行使した。2021年3月13日、テキサス州ダラスで世界女子ウエルター級4団体統一王者ジェシカ・マッキャスキルとダイレクトリマッチで再戦し、判定負けで王座の獲得に失敗した。ありがとうございます。